ハ LJL2019 スプリングスプリットウィーク3、まもなく本日の最終試合が始まろうとしております。バーニングコア VS ラスカルジェスターということで、さあバーニングコアの選手が体調不良でスターターの変更があったということですが、はい、そうなんですよね、はい、トップレーナーがブルーク選手に、はい、エディキャリーがユヒ選手にということで、はい、まあちょっとこの変更はバーニングコアにとっては多分影響非常に大きいと思うんですけれども、はいはいはい、まあ、そんな中でその急遽変更となったわけなんですけど、はい、どれだけ準備できてるかというところですよね。でもほぼ多分準備はできてないで臨むしかないですよね。そうですよね、はい、まあ、どうなんですかね、そのちょっと詳しいことはわからないですけれども、はい、まあ、どれぐらい話し合いが行われているか、おそらく練習を取る時間はほとんどなかったと思うので、はいはいはい、話し合いのところをどこまで取れてるかという風にはなってくるんじゃないですかね。だから練習できなかったところを話し合いでどれだけね、はい、こう巻き返せるかというのはね、ちょっと気にかかるところが、はい、ボットレーンのエディキャリーのユーヒ選手はもともとエディキャリーをされている方なので、はい、まあ、ある程度、まあ、パフォーマンスは期待できるんですが、トップレーンのところでブルーク選手って、はい、ミッドレーンとエディキャリーを今までやってこられた方で、トップレーンはまだ一度もやられてないんですよね、はいはいはい、そこがすごいネックな部分で、まあ、急遽トップレーン、今は明治系の、まあ、トップレーンを出すという、まあ、ところもありはするんですが、はい、ただ一方でそのトップレーンに単行を求められた際、まあ、どれだけパフォーマンスが出せるのか、もう出さないんであれば、はいはい、バンピックに制限がかかるわけなので、ちょっと バーニングコアとしては難しいですよね。まあ、難しいですが、初めて来るということで未知数ではありますもんね。まあそうですね、対戦するまあ、ラスカルジェスターとしては、はい、ちょっとどういった風に考えてくるかですよね、この変更、ね、どういうプレーなんだろうと、変則的になるわけですから、はい、まあ、もちろん、ね、ラスカルジェスターもね、そうですね、まあ、はい、ブルック選手がもしかしたらトップレーンを密かに練習していたっていう可能性もなくはないですし、はいはいはい、なので、そこで、まあ、うまくカウンターが取れればいいんですが、ただそこまでのところで準備できていなかった方のダメージの方が大きいですね。なるほど、さあ変則的となりますが、この試合どうなるのでしょうか。さあそれではバーニングコア VS ラスカルジェスターの試合、まもなくです。皆様こんばんは。 LJL2019 スプリングスプリットウィーク3ゲーム5、バーニングコア VS ラスカルジェスターの試合の模様をお送りいたします。実況は変わりましてアイズです。そして解説はレボルさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、体調不良によりかなりスターターのメンバー変更がありますが、どういった戦いをバーニングコア見せてくれるのか、そしてラスカルジェスターにとってみても用意していた戦略がかなり変わりますから、そのあたりバンピックでどう対応していくのか楽しみです。それでは両チームのスターター見ていきましょう。まずはバーニングコアのスターターです。トップ、ブルーク、ジャングル、ワンス、ミッド、ロキ、エディシー、ユーヒ、サポート、モカとなっております。続きましてラスカルジェスターのスターターです。トップ、アーリキャット、ジャングル、ワイバーン、ミッド、ホリス、エディシー、スコッティ、サポート、ユキとなっております。続いて両チームの注目選手です。バーニングコアからはモカ、そしてラスカルジェスターからはホリスです。昨シーズンまでのモカ選手の動きはレーンから離れて他のレーンで、まあ、ゲームを作っていく、キルを生み出していくというようなプレーが多かったんですが、今年はちょっとそれが見られていない。そしてさらにはホリス選手は無風ですね、集中してますね。その今日は急にこう相方が変わったというところもあって、まあ、ユキ選手、今シーズン初プレーというよりも競技陣がほぼ初に近いプレーということですから、その相方の緊張をほぐせるかといったところも、まあ、一つポイントになるかなという感じがしますね。かなりほぐそうとしてますね。一方それに対してラスカルジェスター、ホリス選手、先ほどの試合素晴らしかったですから、まあ、そういったところの彼の活躍といったところはチームの、まあ、勢いといったところをかなり
強力に推進させることができます。さらには、まあ、ワイバーン選手のシナジーもそうですし、ここのラインをつなげて、さらにはそのワイバーン選手と堀選手のアドバンテージといったところを他のレーンに、ね、供給できる、集団戦の寄りの速さといったところも先ほどの試合のようにできると、よりラスカルジェスタは安定した戦いができるのかなという感じがしますね。あの使用しているチャンピオンでも特徴的ですよね。レオナそしてタムケンチと仕掛けるチャンピオンと守るチャンピオン両方バランスよく使えるのがモカ、そしてホリスはキャリーするぞという、まあ、意思そしてプレイングというのはかなり見せてきましたが、先ほどの試合のヤスオに関してはチームプレーのヤスオでしたから、見事にそのドラゴン前でボディブロックして味方を救ったシーンとか見事でしたよね。その後帰り際にアルティメットを使ってキルを取って下がっていくと理想的なプレーでしたからね。ああいったプレーが今後、まあ、ホリス選手から出ると、うん、チームはかなり楽になると思いますね。個人技が高いのはもうお墨付きなんですよね。あとはどれだけチームと連動できるか、はい、そこがやはり彼の、まあ、注目のポイントになると思いますね。ただやはり気になるのはバーニングコアの初登場ユーフィです。緊張してるでしょうか。間違いなく緊張してると思いますけどね。あの準備中にロキ選手、ロキからもねかなり声をかけるというようなシーンもありましたから、あとはもちろんブルック選手も、うん、久々の LJL ですが、当時プレーしていた時はミッドや AD キャリーが多かったので今回トップということで、ここのプレーといったところも少し重要になってきますかね。そうですね。対するはアリキャット、ベテランのプレイヤーです。そして夕日は競技新初登場18歳のプレイヤー、今こちらがブルークですね。ブルークはやはり慣れているということもあって若干リラックスできている様子です。さあそれではドラフトスタートしたので見ていきましょう。ブルーサイドがバーニンコア、レッドサイドがラスカルジェスターです。サイドの選択権はバーニンコアが所有しておりまして、ブルーサイドを選択したようです。まずはアーゴットバンから入りましたバーニンコア、そしてカシオペア、サイオンと続きます。かなりアーリカット選手へのターゲットバンといったところが多いですね。というかこれフロントラインを形成するチャンピオン2体いきなり消しましたよね。あとはそうなると8ロックスですか。俺かよっていう表情してますよアーリカットは。お俺のチャンピオンみたいな。フロントを奪うというのは確か面白いですね。そしてラスカルジスターはルシアン、はい、今この表記だとですね、コーチがリールベルトになっておりますが、アイオンズです。アイオンズがラスカルデスターのコーチに、変わっております。一方バーニングコアのコーチは変わらず3-4です。さあそしてラストバンエリス、ちょっと 3-4 面白いドラフトを組み立ててきましたね。アーリーゲームからスノーボールが可能なエリスというジャングラーを嫌っているというのは面白いですね。そしてラストバンはカミール、まずはファーストピックです。8ロックス、アーゴットもサイオンもいない中でアーリキャットが何を出してくるのか、難しいところですね。ただまあここでエズリアルとあとはもう1体、まあ、ブラウムを抑えるだとかタムケンチを抑えるだとかあといったところがまあ今の強力なチャンピオンの中だと無難な選択肢にはなると思いますね。ただここでジャングルで死んじゃおうやリーシーン、を抑えておくという手もありますが、ワイバーンただザックが得意なんですが、そうなんですよね。そして今ザックがかなり強力なチャンピオンのような、うん、気がするのでザックを抑えておくという判断もありますが、ただザックの場合だと序盤がちょっと苦しいというところで早めに見せたくないという考えになってもおかしくないですが、グラガスですか。グラガスですね。さあそしてここからバーニングコアのピック、まずはね、さ今、結城選手のチャンピオンピックといったところは優先したいところですよね。まあ、早めに特にもうこれでブルークと結城のチャンピオンピックを優先したというような、まあ、ブラウムというのがエドリアルとそしてグラガスという対策という点でかなり強力ですが、ツイセットヘイト、カジックス、おワンスが今回はダメージを出しに行くと、キャリー系ジャングラーを抑えたということは、まあ、無理にこうフロントラインからの集団戦5対5のところはやはりまだ連携の部分でズレがあるということで、少数戦をできるだけ作ってテンポよく進めていこうという狙いがあると思いますね。そして明かり、そうだ、空いてましたからね、はい、
空いてました。そしてそれをすぐさま取りました。これでホリスの明かりが見れます。こうなると少数戦非常に強い、まあ、カウンターピックのようなラスカルデスターのドラフトになっています。さあそしてここからバンフェーズ2ガリオーバン、ちょっと狙いが分かりましたか、ラスカルデスター。これはそうなってますね。少数戦作ってくるんであればそこに参加できるガリオを抑えておくという形ですね。そしてワイバーンがそうですね、一度使いました、カーサスジャングルで使いましたから、カーサスをターゲットバーン。あとはタムケンチ、ブラウムあたりも候補になってくると思いますが、そうですね、ラスカルデスターからするとブラウムは消しておきたいでしょうし、バーニングコアからするとタムケンチを消しておきたいということなんですが、タムケンチをバンしたのはラスカルデスターです。それに対してバーニングコアのバンとなると、これブラウムを消しますか。あとはまあアリスターがやはりちょっとカイさんにとって厄介ですが、アリスター取れるんですよ。お、安そう。なるほど、これ明かりをトップレーンで運用してもう一度安そうが来るんじゃないかと。確かにグラガス先ほどワイバン選手使ってましたし、さらにラスカルジェスター、まあ、コーチが本日変わってるとはいえ、ここまでラストピックでミッドかトップを決めるという戦術をずっと続けていますから。いや、ただここラスカルジェスターレッドサイドにもかかわらず相手のミッドのピックは見えていない中で、リサンドラ変わってきてますね。変わってますね、明らかに変わりましたね。このリサンドラのピックというのはかなり効果的ですか。これでエズリアルとアカリはかなり動きやすいと思いますね。グラガスもいますし、そしてまあサポートはアリスター、ブラウム、もしくはスレッシュ、ノーチラス、タンクライン育てられますからね。トップレーンのアーゴット、そしてサイオン、この2つのフロントラインを削られたとはいえ、サポートにその枠をどうやら持たせるようです。それに対してのバーニンコア、まずはライズ、そしてモカ。挑戦作るんであればバード面白いですけどね。あとはスレッシュどちらか。あ、パイクですか、なるほど。得意チャンピオン行きました。これ少数戦でかなり強いと。集団戦よりも少数戦にかなり寄せた構成になってますね。カイサもアルティメットでその少数戦に簡単に入れますからね。それに対してユキ選手としてはラストピック、一応グラガスサポートというのも考えるとジャングルとサポートのピックができますが、カジックス相手です。レンガーみたいですけれども、スレッシュです。さあこれでチャンピオン構成は出揃いました。そしてオーソドックスに行くか、そのようですね。アーリキャットが明かり、ミッドレーンにリサンドラを置きます。まあ、アーリキャット選手もかなり器用なプレイヤーですからね。そしてバーニンコア、ちょっとこれトレードがなんとかトレードしましたね。カイサが ADC、 そしてジャングルにカジックス。あ、おっと、変えたぞ。アーリキャット選手がリサンドラ、そしてホリ選手がやはり明かりを使うという形になりそうですね。これミッド対決はかなり重要ですよね。かなり重要ですね。そしてまあロキ選手はこれクレンズ買いたいですよね。あー、なるほど、サモナスペル。はい、サモナスペル買いたいですね。リサンドラが対面ではないですから。でも明かり相手のサモナスペル、テレポートですか。テレポートだと思いますね。さあもう一度チーム構成見ていきましょう。バーニングコアとしてはもう基本的には集団戦を行うのではなくて2対2や3対3に長けたチャンピオンを揃えていますから、少数戦を中心にゲームを作っていくという形になっています。この場合鍵になるのはもうモカ選手と、そしてワン選手、彼ら2人がかなりバーストが出るチャンピオンを揃えていますから、この2人の動きが鍵になっていきます。一方ラスカルデスターとしてはスコッティ選手のパースパイクを待ちつつも集団戦というような形を狙っていくと思います。その上でワイバン選手、ユキ選手がこのワン選手とモカ選手の動きをどれだけチェックできるかというところが大きなポイントになりますね。ラスカルジェスは本当に変えてきましたね。今まではホリスのピックかなり重要視していましたが、ここに来てこうスコッティにダメージを出せる環境を整えてきているようなドラフトを続けてますよね。まあ、スコッティ選手ずっといいダメージ出せてますからね。さあそれではもう間もなく試合が始まります。さあ始まりました LJL2019 スプリングスプリットウィーク3ゲーム5。
バーニングコア VS ラスカルジェスターの試合スタートです。さあ Who will win? ラスカルジェスターが 69% です。まあ、確かに先ほどの試合内容とても良かったですから、相手にもうほとんどリード取り返されることなくスノーボールしきりましたからね。さあそれに対してバーニングコア、夕日がちょっと危ない位置、ワードを置きに行ったフックはフラッシュを使用しました。してなければ当たってましたね。さあ夕日が一つ有利をボットレーンで作り上げました。ただ今回ユキはどうやらコインスタートまた入っていくぞラスカルジェスター。ただそれに対してはモカ選手がワード置いてますから分かってますね、ボットサイド側にプレッシャーをかけると。まあこれフラッシュないですから、こうボットのスノーボール狙ってますね。さあレッドバフのカウンタージャングル、それをモカが当てれれば気づく、当てた。ワイバンが壁の向こう側まで行っていればヒヤッとするシーンですが、さあこれでレッドバフ獲得です。狙ってましたが、ワン選手はウルフからのスタートですね。ルート変えましたか、これは最初からウルフでしたか。最初からウルフでしたね。なるほど、いや、やはり狙っていますね。いや、ただワードに移ってないですからね、結城選手とモカ選手が置いたワードに移ってないことから、まあ何かおかしいぞと。ただこれの時間になると前に出たいというのもありますが、これだいぶもレボルさん考えていいんじゃないですか、ミニオンを貯めて。ワイバン選手どうしよう、これレベル3のルートになってますから、はい、ボットのワードが消えるタイミングでカニの方を狙っていくということもありますが、さあミニオンは溜まった。さすがにこのレベル帯でのダイブ相当リスク高いですよ。さらに結城選手しっかりとヒールありますからね。さすがに無理はしないようです。ただワイバンもう一度狙うか、狙っています。ワイバン狙っている、フラッシングダブルフレイ決めていく、ユキそしてフック、いやーだらモカも返してイグナイトタワーダメージが入っている。そしてヒールでなんとユーヒファーストブラッドレッドバフ獲得、ステップでスキルを避けようとしましたが、ここは相打ちです。それでも十分でしょう。バーニンコア1ストレード、いやこれ大きいですよ。そしてモカ選手素晴らしいスキルの使い方でしたね。よく返しましたね。おブルク選手、そしてブルーク仕掛けて、もともとミッドレーンをやっていたのでエイトロックスはもちろん練習しているでしょう。ありがとう。これ連状況はブルークがかなり有利なのでリコールしたいんですが、したくないですよね。できないですね。ちょっと連フリーされてしまいますが、この後のモカ選手の Q ですよ。いや大きいですね。本来ワイバン選手のダメージ当たってればユキ選手倒せてましたから、はい、ファーストブラッドは確実にラスカジェスター取れていたはずです。本当にモカ選手が救いましたね。そしてあとやはりヒール大きかったですね、はい、結構回復しましたね。しましたね。さあそのミッドレーンへ、なんとモカがレベル3スネアブリンクイン、この煙幕の中フックはあっとうまくホリスミニオンで当たらないように動いて、まだキルを狙いに行くか。ただここで煙幕が切れます。しっかりとユキもカバーに来ています。もうマナがなくなりましたロキ。そしてそれに対してワン選手狙ってますよ。ワンスが狙っている。そしてそれに全く気づけていない。ただここはホリススキルを残していました。ミニオンをプッシュしてロキのリコールを手助けする動きです。ホリス選手体力は半分以下まで削られはしたものの、タワー下でのファームしっかりと取れれば、そうですね、ファームのところではイーブン以上できてますね。順調と言えると思いますね。これだけファームできていれば。そうですね。さあそしてボットレーンでは新からスコッティ、先ほどのゲームも新から購入していました。それに対しての夕日はロングソード2本追加です。ワイバン選手が最初に勝ったレッドバフが回り回ってスコッティ選手に行ってますが、これあ今終わりましたよ。今終わりましたね。長いバフでしたね。長かったですね。あとワンスがですねまだリコールしてないのちょっと気になるんですよね。そうなんですね。またま、ずっと回ってますね。それに対してワイバンはリコールして、まあ、プレデターということもあってブーツは選択して購入してますけれども、まだリコールしません。かなり長い間自陣のジャングル、そしてカウンタージャングルというのを続けています。これでレベル5になった状態でリコールという形になりますね。1300ゴールド所持しています。
これでは Y 番トップサイドのカウンタージャングル入ったとしても食べるクリープがありませんね。おっと、さあ仕掛けた。ただこれはトップサイドに Y 番が寄っている。アーリキャットもちろん反撃、ブルークグリーンカウト、そして反転だ、テレポートで寄ってくる。これはロキのテレポート。さあロキはポータル2人でノッカルが届かない、諦めます。いやこれブルーク選手もフラッシュ温存することはできましたが、ロキ選手のテレポートがなくなったといったところ大きいですね。ホリッチ選手に対する、まだ行く、まだ行く、3発目ノックアップはしませんが、かなり大ダメージ。いや強気なプレーだこれ。ワイバーン選手をトップに引きつけてますからね。いやすごいなウェーブのコントロールを相手に渡さないためにブルック選手ダメージのトレードを仕掛けていって、そして正確にそれを実行しきってますね。アリキャッツ選手としてはミニオンウェーブが溜まってましたから、プッシュしきりたいというところで連そのまま居残り続けたかった、そこの隙をブルック選手は見逃しませんでしたね。というかアーゴットとサイオンをバンしたことによってブルークがトップレーンで8ロックスで有利を取れるのであれば、ドラフトは大正解ですね。大正解ですね。さあただ明かりはどうなるかです。ホリス現在レベル6、ロッキーも現在レベル6、まだ仕掛ける様子はありません。ただウェーブコントロールではずっとロキが勝っていますが、こうやってミニオンを貯めるシーンというのは続いていますよね。ホリス選手がむしろプッシュすることを嫌ってますね。ああなるほど、あまり Q 使ってないですから、気の消費といったところを、まあ、タワシャでは使ってましたけど、連戦中はそこまで行ってませんでしたからね。ガンクがやはり怖いと、そのようですね。さあワンスはボットサイドのスタトル、そして進化は9ですかね。おっと入りに行く、ただユキがこれカバー。あアルティメット進化ですね。アルティメット進化ですか。そうですね、色が変わりましたから、ありがとうございます。ステルスの回数を増やす、インビジブルは3回になりますね、2回から。あとはこの後となるとレベル11で E 進化ですか。 Q は最終的にダブルを進化しない、ダブル進化しないパターンかなという感じしますね。それ、ま、機能性はとても強いんですが、機能させるには、はい、やはりその確実な少数戦作れないとダメですから、モカ選手そしてロキ選手の、ま、CC と言ったところは非常に重要になってきますね。ミッドからボットにかけてワンスはこれから動くよということですよね。そうなると思います。ですから今のところもボットサイド側にディープワードを置いているということだと思いますね。トップサイドには全くワードを置いていませんからね、バーニンコアは。さあこのディープワードをどのように生かすか。ただラスカルデスターももちろんボットサイドの入り口というところにはワードは展開できています。おっとユキがサポートアイテムをアップグレードせずにモビリティを購入、そしてワンボイワン、ホリスが行く。ただここにモカカバフック当てる。ただホリスはすぐさまアルティメットを使って離脱成功です。いやただこれホリス選手のイグナイトを無駄遣いさせてますからね。ロキ選手真ん中ギリギリない中でわざと少し前に出てモカ選手の手助けを生かしながら、おっとこれはトップレーン行ったんじゃないか、行ったんじゃないか、あと一発アリキャ自分自身にアルティメットを使います。トップレーンではちょっと戦えないような状況になっているアリキャット。これワイバーン選手苦しいですね。いやまたカバーに行くしかありません。アルティメットがありますからね。そうですね、ワールドエンダー発動してませんからタワーダイブができる、1対1ですらタワーダイブができるような状況。ポーションをとにかく飲んでいるアリキャット、なんとかしのぎました。さらにはワイバーン選手もう体を出さずにこのレーンのカバーしてますから一応バレてないですね。このプレーをブルークが続けることでワンスは本当に動きやすいですね。かなり楽になりますね。ここもしかもボットレーンしっかりと勝ってるんですよね、ユキ選手、モカ選手なので、はい、モカ選手がボットレーンから離れてリバーでプレーする時間、さらに先ほどミッドサイドに対して寄せていましたから、はい、もう2回目でしたよね、あれが。非常にいい動きできてますね。さあそしてクラウドレイク獲得はバーニンコア、さあ Y 番トップサイドのスカトルです。リフトヘラルドはアップはしていますが、
触ることが可能だとすればバーニンコはサイドでしょうか。さあミッドレインへワイバンが来る、ロキホリスがそれに合わせる、ロキはどのように判断する。スネアからのフラッシュアウト、ボディスラムを避けています。こういった形でホリ選手のレーニング楽させて、でなおかつミッドプッシュのアドバンテージが取れると本当に大きくなりますね。それによればその動きができればワイバー選手、ホリ選手がミッドレーンからサイドレーンと動くぞという圧力をかけることによって、今レーンでプレッシャーをかけているブルク選手の圧力を軽減することもできますし、さらにはモカ選手のロームといったところも潰せますからね。また当てていく、当てていく、当てていく、もう一発パッシブも入る。またダイブができるぞ。しかもこれワン選手トップサイドにいるといったところは、あ、映らないようにしましたね。なるほど、ブリンクで入ったと。ブリンクで入りましたね。さあプレートもう一枚いけそうです。これトップサイドにリフトヘラルド召喚でもいいですよね。それでいいと思いますね。さあホリスも寄りました。これ Y 番が今寄れるタイミングではないのでホリスがカバーに向かいます。ダイブはしてこないということでホリスは下がりましたが、その間にリフトヘラルドが取れそうです。いや気づいてはいるんですが、ロキが待っているためこれ以上危ない。ここにちゃんとモカ選手遅れながらも寄ってますから、ね、またノックアップ、ブリンクはできた、間に合った。ブルークが強いぞ。行くしかないですね。さあバイバイ行った、ロキはフラッシュがありません。ボディスラム、ワシのおごりだ。そしてホリスを呼び込む、ただワンポータル CC がない、離脱成功。そしてブルークがトップレーンからワイルドエンド発動。そしてなぜかここにワンス、そしてモカがいます。ストップウォッチ、フック、なんとかランタンに乗って回収成功。いや、お互いのオデット、お互いのオデット、ユキもよく寄っていました。いや見事でしたね、両チームともに非常にレベルの高い動きでした。その少数戦のところでバニンコアの狙いといったところ潰せたといったところ、ラスカルジェスタ良かったんですが、一方でミッドジャングルのところのサマナスピルのアドバンテージを生かしてキルまでつなげられなかったといったところはバニンコアが非常にうまく対応しましたね。ラスカルジェスタとしてはもうキルのイメージでしたよね。イメージでしたね。アルティメット、そうですね、明かりのアルティメットをライズのアルティメットの潰すためにちょっと残したかったですね。一発目であれば 0.5 秒のスタンがあるので A 賞を止められます。しかし一発目以降はちょっと CC がないので A 賞止められませんでしたね。さあ13分30秒、プレートがあと30秒で切れますが、ここまでプレートを獲得しているのはバーニングコアです。合計で3枚、また戻ってくる、当てる、スイートスポットのダメージはかなりでかい。アリキャット苦しい連が続きます。また行くんじゃないか、レベル11対19、9、いやレベル9、2レベル差さあミッドレーンへ、トップレーンには召喚せずミッドレーンへ、ただプレートはなくなりました。ミッドレーンでの集団戦だ。アリキャットはテレポートがありますがインビジブル、分かっていても捉えきることができませんか。いやフルフォーカスだ、ワンスに対して全員で突っ込んで1キル獲得、ラスカルジェスター。ただミッドのアウタータワーは守れるか、ホリスが守りました。いやーアルティメット進化の威力といったところちょっと過信してしまいましたかね。おっとフックは避ける、スローが入っていますがブリンクが残っています。インビジブルの時間ちょっと短いですからね。そうですね、あといいオラクルレンズでしたね。見事でしたね。影は見えますから。さあプロトベルトが完成しました。アーリキャット、そしてブルークは、まあ、かなりゴールド持ってるでしょうがクールダウンをまず2つと。そうですね、2000ゴールドリコールすればブラッククリーバー一括買いはしないようですね。そしてスコッティ選手がかなりゴールド持ってますね。5900、ネコババで稼いでいると。さらには2キル分ですね。2キル分でも600ゴールドですから、はい、いやもう通行は完成しましたよ。かなり早いですよ、15分で。はい、しかもこれってラスカルジェスターが狙っていた。そうですね、スコッティ選手の集団戦が戦いやすい形といったところをこのリサンドラ・グラガス・スレッシュが作り出すと、
いうところが狙いですから、スコッティ選手はパスパイクが速くなるという点を考えると非常に順調と言いますが、ただそれをちょっとブルーク選手が壊しそうですけどね、ここまでのレーニングを考えると。アーリキャット耐えれるか、オーシャンドレイクに触っています。オーシャンドレイクが取れるとアーリキャットはかなり楽になりますが、さあプロトベルトが完成しているのでウェーブクリアはかなり楽になっています。そしてオーシャンドレイクどうやら獲得できそうです。ラスカルデスター、この動きというのはバーニンコア見えてはいますが特に行きませんでした。ここからバーニンコアとしては、まあ、夕日選手の海佐のパースパイク、さあ行くか、ね、トップレーンダイブ、ただそのタイミングホリス待っていて、ずっとミッドレーンからトップレーンへ動いていたんです。さあそしてミッドレーンは Y バンがカバー、いやホリスよく見ていました。ワンスもう一度、ただホリスのアルティメットはクールダウン、ただユキ、そしてまたモカ、サポートのこの2人がかなりレーンから動きます。あ、テレポートを使ってレーンに戻るようです。こうなるとブルック選手はテレポートアドバンテージが1分半後ぐらいに生まれますから、そこをバーニングコアとしては生かしていくという狙いが成り立ちますよね。いやこれずっとボットレーンカイサーバーサスエズレル、はい、1対1の状況でモカ選手ユキ選手がローム合戦のような形になってますね。そうですね、どちらがそのロームで有利を作れるかですか。ホリス、煙幕、モカ、フック、いやここは距離を取る 1V2 をさばいています。ホリスそして体力の有利を取りました。素晴らしい、ここ取れたの大きいですよ。やはりそのイグナイトのクールダウン30秒短くなったと結構大きいですね。キルにはもちろんつながらないんですけど、ああいった状況で体力のアドバンテージは一瞬でも作れると、それだけでもかなり強力ですからね。そしてガンブレードはできているのでダメージトレード積極的に行います。ワイバンがいました。すぐさまここはワンサー離脱しました。やはりこうじわりじわりとラスカルジェスターがゲームのペースを取り返しつつありますね。ワイバンボットレインへ、これによって夕日そしてモカにプレッシャーが入ります。先ほどそのドレイクを取る前のところでユキ選手がディープワードをしっかりと置いて、次のアクションつまりこのボットのパスターを取るためのワーディングといったところを行ってるんですよね。これ今までにラスカルジェスターなかった動きですね。次のオブジェクトのために事前にワードを置くという流れで非常にスムーズにここもしっかりとミッドレーンからボットレーンに対してホリ選手寄ってますから。さあそのタワーを取れる瞬間タワーダイブのような形になりましたが、ワンスもカバー、ただホリスが寄っている。それに対してワイマンどうするか、いけないが、ただこの煙幕のゾーニング、ヒールを使用しました夕日。そしてその間にトップレーンではブルークが大暴れ。いや本当にこのブルーク選手の動き大きいですね。そしてロキは冷静にミッドのタワーを破壊してそのままインナータワーを殴りに行きます。そしてその通路を見ているのはなんとモカとワンス。ぐるっと遠回りしたホリスがカバーに向かいますが大きく削れます。ボットレーンのところで時間を使わせたというところが本当に大きかったですね。ボットは捨てつつトップとミッドのファーストタワーを破壊する、そして相手を引きつけた後ボットからミッドへの通路をワン選手とモカ選手が封鎖することによって確実にタワーを削れる環境を作り出してましたね。あと40秒でバロンを沸きますが、まあさすがにまだスニークバロンをラッシュするというところはないと思いますが、そろそろ2選手、グインソーの装備が整いつつあるという状況になりますね。あと800コールドほど、そう考えると大体25分前後ですかね。ただその時に気になるのはスコッティが3コア入るんじゃないかと。そうなんですよね、これでマナムネが完成すると多分ダブル涙の方に行くと思いますから、35分まで長引くとなるとかなりラスカジェスターとしてはスコッティ選手を中心とした集団戦といったところが非常に強力ですね。そしてそれを作らせないためにはユキ選手がしっかりとファームすることももちろん重要ですが、もうたまりそうですね。そうですね、あとブルック選手が 1V1 でアリキャス選手に対してプレッシャーをかけ続けるというところも非常に重要ですね。ブルックが選択したのはヨームから選択しました。さあ 1-3-1 の構図です。マナムネも完成しましたね。早いですね、20分通過は
ホット。さあモカはブリンクが残っています。このパイクというチャンピオンは本当に捕まえづらいんですよね。早いですしね、カモフラージュといったところも非常に強力ですからね。しかもカモフラージュ回復しますからね。そうなんですよね、敵チャンピオンに見つかっていなければ回復体力を、まあ、一定数値まで回復するというべきでしょうかね。そういったスキルを持っています。さあミッドレインへラスカルデスター、スコッティがもう戦えると判断しているでしょうか。ただここが気になるぞ、ブルーク VS アーリキャット。アーリキャットもかなりうまく耐えてはいるんですが、この差は少し苦しそうです。いやここバーニングコアとしては勝っているブルーク選手を後押しするためにミッドからボットにかけての視界を消しているという動き、面白いですね。おっとアーリキャット選手が動き出しましたよ。ミッドレインを寄る動き、ただこの動きというのはバーニングコア視界で見えています。ここのワードを消すことができていない。それに対してのバーニングコア冷静にボットタワーを狙って、かつアーリキャットが戻ってくる通路を狙っているようです。ワードがある位置もピンで出ています。いやブルック選手素晴らしいですね。さあそしてミッドレーン、ワイバーンがエンゲージ、どうする、プレデター、いいダメージが入る、シャットダウン。スコッティが一人でダメージほとんど持っていきました。ヒールはまだなかったですね。あと10秒ほどですか、クールダウン。はい、さあそのままバロンに触ります。ロキブルークテレポート、反転だ、テレポートはキャンセルできない。ただこのいやブルークは揃っているんですが、ユキのナイスフックによって全く動けず、そして生き返った瞬間にフォーカスです。ユキはさらにはストップウォッチによって時間を稼ぎつつ、バックラインから入ってきたロキに今度は5人でフルフォーカス、フォーカスのブレがありません。ラスカルジェスター、もう一度バロン開始か。いやたださすがに継続は難しそうだ、体力がちょっとないですね。ただそれでも2キル追加です、ラスカルジェスター。いやスコッティ選手の、まあ、アサシネート暗殺からバロンを触ってテレポートを呼び込み、まあ、今テレポートキャンセルできないですからね、本当に重要ですね。そしてテレポートすれば否やすぐさまフォーカス、しっかりとユキ選手も魂の牢獄を使うことによって助け出されないようにしっかりとゾーンアウトしてましたからね。見事なセットアップのプレーでしたね。一括買いですよ、アクエンジェルスタッフ。おいやこれはただまあ一括買いなんで、そうですね、スタックを貯めるのはちょっと大変ですけれども、ただマナ胸のあ涙の状態よりもアクエンジェルスタッフ状態の方がスキル使った時のマナ貯まる速度速いですから、この時点でもうダメージは十分足りるということは証明しましたし、そうですね、いや本当に2コアで3コアになりましたね。本当ですね、夕日が現在2コアです。それに対してのスコッティは3コアですから、 AD キャリーのダメージの差というのが少しここから出てきそうです。であればバーニングコアはやはりまた戻るんですが、その少数戦でまたやると、そういう形になると思いますね。なんといってもやはりブルック選手が主導権握っていたところがあるんですが、はい、それがテレポートを使わされてしまったことによってトップサイド側に、つまりホリス選手を相手にしなければならないというところが少し影響しそうですね。さらには先ほどのプレーのイメージもありますから、そのブレック選手の前にユキ選手が立てないと、そうなるとこういった感じでプッシュのアドバンテージをミッドライン相手に渡してしまう、ここの影響はかなり大きいですね。そしてそれを生かしてミッドのアウタータワー獲得はラスカルデスター。そしてワイバーンのアイテムビルドがもうサポートですね。騎士の誓いを、完成させてスコッティにつないでいます。シンダーハルクでもありますから、はい、本当にタンクサポートビルドですね。そしてユキはリデンプション、それに対してそうモカは脅威ビルド、まあ、ヨウムかダスクブレードなるでしょう。いやここロキ選手がサイドレーンに対してのところ崩せるとなると大きいですよ。さらにはテレポートも持っているのでボットレーンに行くことはできます。
さあ煙幕使わした、この後ワンスいった、インビジブルダメージ大きく与えた、ただアルティメットでリラックスで、そしてナイスフックなユキ、またしても決めれることができるのか、ただブルークが前、そしてホリスはいや、またしてもワンスのインビジブルを捉えることができませんでした。ただリレンプションで回復して、もう一度ラスカルジェスター、前に行ける藤井、なんとボディスラムからのわしの残り2人を捕まえて、そしてモカの、いやここは強襲はヒットせず、2キル獲得、ラスカルジェスターは一番よくタンクしきりました。最後のアルティメットも完璧でしたね。そして逃げるためにスキル使った後にアリカツ選手が入ってきましたから、何も対処ができず、シシロック、そして肝心要のスコッティ選手に対しては全くフォーカスできませんでしたね。さあ集団戦で勝ったのはラスカルジェスターです。いや、ここアカリラすぐさま逃げれるんですよね。そしてタンク装備であるということで、ワイバン選手がとても硬かったですね。いや本当にワイバンがいるせいで、ユヒはポジション取れないですね。取れないですね。いや、ここもすでに避けるためにカイサのアルティメットを使った後でしたから、後から入ってきたアリキャッツ選手に対してはちょっと対抗策が全くなかったですね。いや、ここワイバン選手が本当に AP ビルドではなく、タンクビルドにしているといったところが本当に機能してますね。ガーゴイルストーンプレートも完成、ここからさらにタンクビルド加速させるでしょうから、どうしますか、デッドマンズプレートとか結構強力ですけどね。おー、殴っただけでまあスローつきますし、足速くなりますし、はい、プレートとの相性もいいですし、ただまあワーモグが持てるとかなり強力かなと。これだけまあガーゴイルストーンプレートができてますから、タンク性能といったところまたグッと上がりますね。もうほとんどダメージ通りません。まあ、ガブのみ注意、ダブルのスキルを使っているので、カット率というのも一応反映されてはいますけれども。そしてワン選手はアルティメット2段階目の進化、ダブル進化だったようですね。そうですね、スローをばらまく、あとはまあジャングルのクリアスピードを上げるというところですね。さあスコッティまたしてもレッドバフ、そしてもう少しでオーシャンドレイク44秒、バロンはすでに上がっている展開ですが、ラスカルデスターがバロンの視界を大きく取っています。サイドレーンのコントロールはバーニングコアが取れているので、まあ、ここを一つ軸としていきたいところですね。今ボットのセカンドターンも破壊しましたから、今後ロキ選手としてはボットのプッシュを勝ってからミッドに圧力をかける形参加しないと、このユキ選手、スコッティ選手、ワイバーン選手のミッドレーンからのサイドレーンのロームといったところでサイドレーンのコントを取り返されてしまいますからね。いや、そしてブルークのテレポートがないことの影響なんでしょうか、アーリキャット1レベル差まで詰め寄ることに成功しましたね。しましたね、14レベル。あ、ただトップからミッドレーンのルートをカットしたので、はい、この間視界が、ただホリスが降りてきてますね。そうですね、いや本当にワードという意識変わってますね、ラスカルジェスター。これもうバロンがやりたいよってことですよね。そうなりますね、狙いは明らかですね。オーシャンドレイクは別に渡してもいいと。さあほとんどの視界を消すことに成功しています。残っているのはこのワードのみ、バーニングコアが残っているのはこのワードのみです。全く視界がありません。さあオーシャンドレイクのコールが出た瞬間にバロンに触っています。さあモカが見に行く、モカが見に行く、ただコントロールワード置いてある。そしてホリスの位置、夕日を見つけた、夕日を見つけた。さあワーポータルで行ったところ、ブル、いやホリスが当然入るか、もちろんロケがスネアを決めていく。ただダブルノックアップによって、オーマイガー、ブルークがバックラインに入ることで崩壊させている。とんでもないダメージによって、なんと逃げる角度がバーニングは、ホリスいい形と思いましたが、ブルークが壊しました。ホリス選手に W を当てたんですね。さあスコッティ、ポークシャイ 5v2 トゥルショットバラージ、ブルーク離脱、バロンピット内から離脱、ただロキのスネアが刺さる。さあワイバーンも回答しながら、ワンスの体力あと少し、スコッティ悩んでいる。ミスティックショット当てれば、当てればおっと、につける。さらにバロンのダメージによってスコッティの気味になった、また当たる。ミスティックショット当てて、そのままダブルキル。さあスコッティいけるんじゃないか、ワイバーンがまだタンクしている。騎士の誓いの距離であればワイバーの体力が回復していたんですが、それでも十分でしょう。ラスカルでした、3-3のトレードです。いや今よくそのワイバーン選手がおとりになって、バロンのタンクライン、バロンからのダメージを受けるタンクラインをちょっと引き剥がしてフォーカスを受けたんですよね。そしてバロンダメージがキャリーライン、柔らかい対象に対して入っているところをよくスコッティ選手、まあ、そこは連携だと思いますが、見逃さずにしっかりと丁寧に球を当てて続けたといったところ、見事でしたね。これ本当にグラガスのタンク装備効いてますね。
ワイバンキャリーすることもできるんですけども、こういったプレーも得意ですからね。そうですね。いやここなんといってもブレック選手見事ですよ。よくここダブル当てましたね。これで明かりが全く何もできなかった。そこでもうこれ終わったかなと思うんですが、この後ですね、バロンのダメージを受けるプレイヤーがかなりこう、はい、体力あるプレイヤーが、うん、体力あるのでワイバーン選手に対して行かなければならないといったところでバロン前から剥がされたんですよね。さあただまだ分かりません。グローバルゴールドでは3000ゴールド、約3000ゴールドバーニングコアが勝っています。え、もう30分でセラフ完成しましたね。ルインドクイングブレード完成しましたよ。これは本当にスコッティ選手をフォーカスしないと、はい、届くんですか。でもこのこのチャンピオン構成で届くんですか。フロントラインの剥がし合いをするしかないですね。そうですよね。もしくはワンス選手が少し、正面ではなくて横に構えたところで W を当てて、はい、スローフィールスローをスコッティ選手に与えてゾーニングするというぐらいしかないですね。キル取らなくてもゾーンアウトさえさせればスコッティダメージ出せませんから、その環境を作ってフロントの削り合いを仕掛けたいと。そうなりますね。カイサであればそのフロントの仕掛け合い削り合いといったところは、まあ、勝てる可能性はありますが、ただワイバー選手が本当にタンクビルドにしてるのが効いてますね。さらにそのプレーができるラスカルジェスターのチャンピオンは2チャンピオンいるんですよ。アカリとそしてリサンドラがいますから。一方でバーニングコアとしてはブルック選手が使うエイトロックスが、はい、ストップウォッチとそしてアルティメットがありますから、まあ、彼の動きですね。この、まあ、ミッドトップが大事なラスカルジェスター、アーリキャットとホリスが大事なラスカルジェスターに対してブルーク・ワンスが大事なバーニングコアと。そうなりますね。そしてお互いの AD キャリーが捕まらないこと、本当にそれが鍵になりますね。あとは隙を見てスコーティ選手に対してユキ選手が先ほどのようにアルティメット入って仕掛けられるかどうかですか。さあブルークにフォーカスだ。プレデターワイマン届くか。届きそうだ。アルティメット使わせた。移動速度が速い。ただこれでアルティメットクールダウンです。ワールドエンダークールダウン。もう一度狙っているか。狙っている。モカのフック。ただこれはワイバンだ。あまりにも硬い。フルフォーカスはやめる。ただワンスがインビジブルから一人で行くのか。スコッティに対してフルフォーカス。ただここセルフのシールドガンダ。その後もう一度ワーポートに行くどんだがスコッティのファーストによってなんとユーヒダウン。そして捕まったロキも倒されて、これラスカルデスターが逃げる獲得。セラフのシールド、スコッティよく生き延びました。いやそしてなぜあの状況です。一番柔らかい対象のユーヒ選手に対して WQ を正確に当てられたのか。ワンスが入ろうとしている。ブルークが入ろうとしている。モカが入ろうとしている。いやまだこれは分からないですね。バロンはまだ何が起きるか分からないですからね。ホリスが裏から入る。ワンスに対してはプレッシャーをかけて、そして真正面から行くことを判断。ブルークがおとりになって、そして行った。取ったか。いやここはワイバーンがしっかりとバロンを抑えました。4キル&バロン獲得ラスカルジェスター。いやちょっとスコッティ選手今のプレーおかしいでしょ7キルノーデッド7アシストです。完璧ですね。ここワン選手リスクあるプレーでしたけど、これかなり体力削るかなと思ったんですが、ここ見事でしたね。そしてこの後ですよ、 WQ ですか。狙ってますね。狙ってますね。よく見てましたねあの状況で。いやしかもロキに対して前ブリンクしてるんですね。そうなんですね。いやさあここからラスカルジェスターゴールドも逆転しました。バーニングコアを仕留めようとしています。ミッドレーンのタワー、本当にそのスコッティ選手を中心にチーム組み立てて、そしてオブジェクト周りでの視界のコントロールも改善してといったところで全く別チームになりましたね、はい、というか何でしょう、ウィーク2まではわざとやってたかのそうですねように感じるぐらい先ほどの統一されてますよチームが。先ほどのインタビューでアリキャッツ選手は、まあ、前からアイオンズコーチは参加してましたから特に変わらないですよって言ってました。これこそ本当のピエロですよそうですよ、変わってますよ、はい、さあまたホリス行ってモカのフック。ただ円幕が残っている。もらうような形。スコッティの位置が気になる。スコッティはミッドレーン、またしてもおとり。ミッドのインナーを取ってワイバーンが通路を確認します。
ワンスが見に行けません。そこに現れるのはアーリキャット、ミッドからボットにかけてゲームを、視界をコントロールしています。ミッドレーンはホリス選手がレーン間をつなぐようなサポーティブな役割を担ってますね。そして Y 盤は硬い。いや本当ですね、このバランスを取るような動きをずっと、まあ、ちょっとソロ級寄りのプレーを続けていたホリス選手が行うようになったと。この変化は大きいですよ。そこまで言いますか。ビッグワンは特にそうでしたからね。なるほど、これでバランスを取ってくれますから、ラスカージェスターとしてはミニオンのラインをかなりセーフティーに上げられますよね。堀選手、明かりがなんといっても W の煙幕によって相当の時間を稼げますから、こういったポジションを取るのに本当に適したチャンピオンですからね。そしてトップレーンはプッシュウェブでしょうか。ホリスがまたこの間ちょっかいは出せません。ユキが視界を取るのに時間を作るような動きです。さあここでグループアップ、本当にスコッティのために動けています。いやホリス別人ですね。別人ですね、はい、またボットレーンへ。これでアーリキャットに仕掛けることができません。モカが仕掛けがっているんですが、そしてスコッティにはワイバーンとユキが守っています。いやまたホリス、これさあ仕掛けるか。ホリスから行く、煙幕があるので時間を稼げる。ワンスに対してアルティメットで入っていきます。イグナイトまで使って体力の有利を取りました。これでワンスは泉に帰らざるを得ません。その間にミッドのインヒビターを獲得。これが新しいイグナイトの使い方。キルじゃないんですね。そうですね、ハラスですね。さあブルークが止めましたが、ワイバーンはいや、やはり硬い。そしてランタン回収成功。ただスローが大きくついていますが、リデンプションを一応使います。スコッティ判定するか。いや、やはりダメージがブルーク耐えられない。ワンポートでどうする、奥に行くのか。いや悩んだ結果モカだけになってしまった。乗ったのはモカのみ。そしてバックライン3人をホリスが完全に分断している。ロキは1人でまたしても 1V4 を2回作り上げました。ラスカルでした。素晴らしい、これは本当に別チームだ。なんとスコッティ気づけば9キルノーデッド7アシスト、ブルークワールドエンダー中。いやスコッティのためにまたしても夕日を前に出させません。オリスワンスが横からワイバンド足上り、夕日はフラッシュアウト、ワンスもブリンクアウト。そこに対してホリスがゾニャ、そこにフックを決めていくのはユキ。ブルークもたまらずここがストップウォッチを使用します。なんとかブルーク1キル返すんですが、ネクサスを破壊して勝利したのはラスカルデスターとなりました。この、まあ、急遽変わったチームメンバーのブルーク選手が非常に素晴らしいプレーをトップレーンから作っていて、トップレーンからテンポを作れるかなと、アリキャス選手かなり苦しんでましたからね、そうなるかなと思ったんですが、スコッティ選手がミッドの睨み合いのところでキルを取ってから一気にラスカルデスターのテンポに行きましたし、さらにはその動きをワイバーン選手やホリス選手が支え切っていた、見事なチームバランスで勝ち切りましたね。いやこれはちょっと正直聞きたいですね、今までのウィーク1とウィーク2はこのためだったのかどうか。明らかにこう意識のレベルで考え方変わってますから。変わってますね。いいチームですね。いいチームでしたね。本当に素晴らしいキャリーのために、そしてそのキャリーの力を信頼して、陣形やビルドを組み立ててましたから、いやそしてその期待に応えましたスコッティ。38分ノーデッドで9キルノーデッド7アシスト。20分でマナムネが完成し、30分でセラフが完成し凄まじかったですね。ただここはモカ選手素晴らしかったですけどね。ここは本当に上手かったですけどね。これによってボットレーン、まあ、ユキ選手はキル取られてしまったんですが、2位のところのレーンのアドバンテージ作ってましたから、モカ選手がゲーム動かしてましたよね。そうですね、本当にワイバーン選手がタンクビルドにした効果といったところは中断戦常に現れてましたね。ここも耐えれるんですよね。そして耐え切って相手がスキル使った、逃げ切った後に、苦しんでいたアリキャス選手が入って CC をばらまいて、ゲーム作ってましたね。ここブルークもいい見事でしたけどね。夕日もキラーボイドでスコッティに行くんですけど、スコッティブリンクアウトできてたんですね。ス
っかりと受けてましたね。この後、この後ですよね。この後ですね。本当に、あ、どうやら今回は見せてくれるようですよ。これで一発、アイワン選手に体力を持っているプレイヤーが剥がされるんですよね。あ、ここですね。ここで剥がされるんですよね。そしてロキ選手とユキ選手、そしてブルック選手、ワールドエンダーのないブルック選手がバロンダメージを受けてしまっていると。そしてワンスがアサシネイト しようとしたシーンですね。非常に動きだったと思うんですが、何もさせてもらえませんでしたね。ホリスもちなみに打ってましたね、スキルを打ってましたね。アルティメットがありましたから、本来だと乗りたくなかったところですが、まあ、こういったところが、まあ、新人らしさ、荒さですかね。さあ、ずっとゴールドはバーニングコア勝っていたんですが、一気に逆転して最終的にはラスカルジェスターの勝利、そしてスコッティのダメージが35,000、 DPM900 オーバーですね。はい、ホリスが18,000、それでも450近くは出してますからね、はい、そして何よりもドラフトですよね。うん、変えましたからね。本当に変わりました。ミッドのカウンターピックを優先した、 もちろん最終的にはアカリをミッドにピックしたんですが、リサンドラを最後に取るんではなくて途中で取ったというところが本当に大きかったと思いますね。ユキのスレッシュもかなり刺さってましたし、何よりもモカのローミング、モカが動かしているかなと思いきやユキもついていくというシーンが本当に多かったですからね。さあ、それでは、勝利したラスカルジェスターから、ウィーク MVP を皆様に決めていただきたいと思います。ツイッターにてハッシュタグの後に選手名をつけてツイートして投票してください。受付投票時間はこれより3分間です。皆様からの投票結果と私たちキャスターチームの投票結果を元に中間の MVP を決めさせていただきます。ウィーク MVP は各連ごとの MVP5 名選出、そしてその中からウィーク MVP を1名選出いたします。ウィーク MVP の発表は来週の放送にてお知らせいたします。まあ、スコッティ選手ですかね。ありがとうございます。あれだけ活躍されると素晴らしかったですからね。はい、さあ、それでは、勝利したラスカルジェスターより、スコッティ選手へのインタビューがございます。武田さん、お願いいたします。はい、さあ、こちらにラスカルジェスターチームのスコッティ選手に来ていただきました。いや、すごかったです。さあ、チームとしては本日2連勝ですが、今の試合は9キルノーデッド7アシストということで素晴らしかったですね。はい、そうですね、プラン通りに今回はやれたかなと思ってます。プラン通りということはもう試合前から計画通りにうまくいったということですね。はい、そういうことですね。 ありがとうございます。さあ、続いてお願いします。いや、本当に見違えるようなラスカルジェスター2連勝おめでとうございます。まあ、こんな中、この実はラスカルジェスターずっと気になっていたことがあって、スコッティ選手本当にそのエズリアルっていうピックを優先されているじゃないですか。これは何かチームでこう意図しているものなんでしょうかね。そうですね、僕のチームのそのプレイスタイルというのが、まずあのホリス、ジョンギュンからジャングルミッドのところから序盤作っていくというのがプランなので、まあ、そのボットレーンは耐えるピックで、まあ、イズをピックするで、最初序盤にファームしていって、まあ、集団戦でこう力を出していくというピックです。なるほど、序盤はボットレーンは安全にファームをする上でエズリアルというピックがマッチしていると。あともう一つ質問があるんですけれども、まあ、スコッティ選手、ラスカルジェスターに本当にすごい選手が戻ってきたなという印象を受けてるんですけれども、まあ、ここまで開幕戦からここまでで、どうですか、こう気持ちのほどは。そうですね、まあ、久しぶりの LGL ということで最初は緊張してたんですけれども、まあ、もう3ウィーク目になってからこうリラックスしてできていると思っているので、まあ、次の週もリラックスしてやっていこうかなっていう感じですね。さあ、次の週もね、リラックスという発言が出ましたけれども、次週に向けてウィーク4に向けて、ね、ファンの皆様に一言よろしくお願いします。そうですね、次の週も、プラン通りやって勝っていこうと思いますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。はい、皆様よろしくお願いします。ありがとうございました。ラスカルジェスターよりスコッティ選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、皆様大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。いや、スコッティ選手がいい人っていうのがね、今分かりましたね。そうですね、こちらにこうはけてくださいっていうのを案内しようとしたら、はい、握手しようとしてくれましたからね。
その手を持っ っていうのがね、分かりました。さあということで本日の試合以上となります。さあ本日の試合総括ですがいかがだったでしょうか。いやまあラスカルジェスターまずはすごかったですよね。すごかったですね。はい、まあ それはもう一重に、はい、あのスコッティ選手の活躍あってだと思うんですけれども。本当ですね。まあ、ただスコッティ選手実は初週からかなり調子良かったので、はい、まあ、やっとここに来て日の目浴びたかなと。なるほど。ずっとね活躍してて、はい、派手な活躍が今だっただけでずっとね活躍しておりましたからね。はい、さあということで本日の結果を踏まえまして現在のランキングこのようになっております。確認いたしましょう。はい、さあ今回もね変動ありましたからね。そうですね。さあどうでしょうかこちらランキングの方は。いや、まずはアンソルトスタッフゲーミングが5勝目を挙げて、はい、1位に、はい、そうですね、はい、踊り出たということで、はい、まあ、デトネーションフォーカスミー明日試合控えてますから、はい、まあ、ここで勝利を挙げれば、まあ、5勝、無敗ということで1位にはなるんですけれども、はい、まあ、ただアンソルトスタッフゲーミングまずは今日勝利を挙げて1位と、まあ、それに対してクレストゲーミングは、まあ、少し一歩引く形にはなってしまいましたけれども、ね、まだ十分に上位を狙える位置につけていますから、はい、まあ、ここは踏ん張りどころかなと思います。そしてなんといっても、はい、ラスカルジェスターですよ。一気に4位まで上がってきましたから、はい、そうですね、そこですね、はい、あとはこのバーニングコアがどうなるかということですね。そうですね、今日はちょっとその体調不良によるということ で、ね、選手の入れ替え急遽あったということもあって、はい、まあ、思うような形で試合できなかったと思うんですけれども、まあ、どのように修正してくれるかこの後注目ですよね。はい、さあということで気になる明日のスケジュールはこちらとなっております。はい、さあこちらですね、 LJL2019 スプリングスプリットウィーク3デイ2でございます。さあバーニングコア VS 戦国ゲーミング、そしてアンソールドスタッフゲーミング VS アクシズ、そしてアクシズ VS デトネーションフォーカスミーということですが、さあ注目カードどうでしょうか。まずは1試合目のこのバーニングコア対戦国ゲーミング、はい、うん、まあ、本日の試合ではバーニングコア、はい、いいところありながらも惜しくも敗れるという形になってしまいました。まあ、急遽選手の入れ替えがあったと先ほども言いましたけれども、はい、まあ、そういったところの影響をこの短時間で、まあ、すごい短い期間にはなってしまうんですけれども、はい、まあ、修正できるかどうか、うん、まあ、そして2試合目3試合目はアクシズが登場してきますから、はい、このアクシズ初勝利を挙げられるか強敵なんですよね。アンソルトスタッフゲーミング、そしてデトネーションフォーカスミーですから。あ、なるほど、強敵2つ当たるんですね、はい、アクシズね。まあ、ただ初勝利、まあ、そろそろ欲しいところですから、はい、この強敵相手にどんな戦いを見せてくれるか非常に楽しみですよ ね、 まあ、あとはやっぱり心配なのが、ね、チームの状態状況はね、はい、バーニングコア、ね、これね、明日体調不良の選手が復帰してくるのか、それとも復帰しなかったらどうなるのかっていうね。そうですね、そのまま行くのか、はい、それともまた新たな戦略、新たな選手をこう入れ替えてくるのかと。さあ裏でね、レボルさんがね言ってましたもんね、最低5日は必要だってチームで、ね、そうですね、チームとして形にするにはそれぐらいの時間は必要かなと思いますね。さあ厳しい中ね、明日第1試合となりますが、いかがどうなるのでしょうかということで、さあこちらの3試合の模様はですね、明日2月2日土曜日20時よりお送りいたしますということで、さあ皆さんね、ぜひ会場の方に来ていただきたいですね。そうですね、本当にいい会場なので、はい、ぜひ足を運んできていただければなと思います。はい、さあそしてですね、もう売り切れてる日にちも出てきてますんで、お早めにということですね。はい、あと本日からね、ちょっとね会場ちょっと変わったんですが、こうねガラス張りになっててカーテンを閉めてやってたんですが、カーテンを開けてるんで。そうなんですよ、そのちょっとその周りを通る人が、はい、何やってるんだろうななんていう風に覗いてくる、うん、そんな一面もあったので、この配信を見ててちょっとでも興味あるなっていう方はね、覗きに来ていただいて、そうですね、一回どんな風な場所なのかというのもね、はい、で中で見たいなと思ったらね、ぜひチケット買っていただければということで、さあチケットの購入方法につきましては、 LJL 公式サイトまたは LJL 公式ツイッターの方を皆様チェックしてくださいということで、さあ本日もね長時間でしたが、配信見てくれた方々、そしてお客様、お付き合いいただきありがとうございました。はい、さあそしてまた明日熱い戦いがね繰り広げられますので、皆様明日もよろしくお願いしますということで、本日はありがとうございました。さようなら。ラグナロクの発動、ただルナはアルティメットで追撃、イグナイト、これも合っていない、ガリアルはカバー、イグナイトでただ返した、ガリアルナイスプレーだ、ただナップも寄っています、ヒットも近い、トップのタワーもナップが一人で叩けるとの判断で、ルナが行く、
竜巻は避けてラグナロク発動、アイセンが行くか、ティントン狙い、さあモンスーン使わせた後イグナイトは入っています。ダメージは足りるか、さギリギリ足りない、いや足りた。さあ戦機の号令、当たりに行くアクシズ、お互いにリレプション発動、さあ届いた、はちゃめちゃに対して届いたが、いや氷河の烈光だ、ただラグナロク中アイセン貼り付けることに成功、ただまたルーナの位置が面白い、アードに行くぞ、そらただ、アードファイナルアード、いやいい、インビジブルを生かして攻撃を避けて、そしてダメージを出してガリアルに対してはストップウォッチ、そう購入していたストップウォッチ、そして USG タッセルがこの位置で待つ、アートが前に出た瞬間だ、グレイシャルプリズンタンブルでは避けられない、レザーグラスを合わせたプレッション、さあフラッシュアウト、アート、ただ最後はエンティのイグナイトです。さあさあ、ただアートが強気に前に出たぞ、ナッパーライチャスグローリー、さらにはちょっとスモーシン、アルティメット、さあタッセルにスネア入ったグレイシャルプリズンはルナ、ただルナのバーストが入ったも決めかダウン、さあさらにはパニッシュメント、スタンで捕まっているのはタッセルだ、アパメンここに合流してくる、ダッシャーが裏からやってきて、まずはルナ、さあスタンダーには無欠のレンブレ、スリーマンスタンだぞ、ダブルキル獲得はダッシャー、さらにはそのままハチャメチャも落としてトリプルキルはダッシャーだ、ナップも捕まえてクアドラキルはダッシャー、さあそしてまた USG がバロンを触る、CGA はそれに行きますが、バロンのヘルサー3000を切ったぞ、またしてもエンティのフック、グレンデルが入った、さあグレンデル氷河の烈光ノックアップ、横からルナ入ってきている、下からちょっとともしん合わせるのはナップ、ダッシャーがただ1キル獲得ゴッドライク、さあそのダッシャーを止めにはちゃめちゃ飛び込みますが、ダッシャーを倒すことはできていない、さあなんとかフックがグレンデルに入った、さあそこのタッツがちょっと送信、さあここから集団戦になっているが、氷河の烈光ノックアップ、タッツで2ダメージ入ってるが、タッツのフラッシュアウト、ここでダッシャーが後ろから入ってくる、そしてまたしてもとんでもないスタンダー、ダブルキル獲得ダッシャー、さらに自身はガーディアンジェルで復活、アートはなんとか懸命に逃げますが、しかし届いた届いた届いた、このダッシャーの刃だネクサスと思っているでしょう。そしてトップレーンでもやはりアパメン勝ちます、いったゴーストからフラッシュアウト、投げれるか、届かない、イグナイトデスクラインでまで行ってタワーダイブだ、生きると判断している、さらにはヘクステックアルティメイトまでサイレンスがつく、最後は処刑してファーストブラッドアパメン、そこにネオ、うわうまい、よく当てた、そしてアルティメットからタッセル、もうスキルを使った後なのでソップウォッチを使っても逃げれません、ダッシャー間に合わない、ネオがダブルキル、さあそれに対してエンティも動いています、トップサイドワンボイワンパズ、ちょっと無理したダメージトレードですがそれを読んでいる、ただ船旅でも寄ってきたアパメンフォーカスが、いや切り替えた、そしてエンティがしっかり助けている、うまい、ダブルのカップ、ベビットさすがだ、そしてきっちりとタッスルを倒すことに成功、2キル獲得、 V3 スポーツビビットがまた決めました。さあそしていやむしろ当たりに行く、アパメンを先頭に入っていく、デスグラインで当たった、ただここはゼロストに当たっています、フグスライシャー、オーマイガー、ダッシャーのビッグダメージによって処刑、さらにはスリープバブル眠り状態から、うわー、ワンショット、エースがカバーに行きましたがパズがいない、一番集団戦で重要なパズがいない、デスグラインダーを割っている、不屈の意志を使っても3キル獲得、アンソールドサーフゲーミング、さあただブルーバフのコントロールには成功、ただビビットが E のプレーから、そしてキラーボールで前に出るのはゼロストだ、封殺の壁ですが、エースがフラッシュインからスネア、ワイバーンに当てている、ただワイバーン逃げ延びているぞ、プラスコン、そして竜の怒り切り込まれた、いやただホリスが帰国収集で持っていく、いや今のホリス選手の動き完璧すぎませんか、そうですね、ここ取れましたよ、そしてボディスラム合わせて帰国収集、フックも入った、アフターショックで非常にタンキーですがこれを救うことができない、さらにはネオが救いに行ったところ逆に巻き込まれてしまう、ね、さあ V3、 ただこれはパズが見に行った、爆雷発射でノックアップ食らっているのはエース、フラッシュアウトを選択、さらにはランタンパズがうまく上陸しながらその間にエースがダメージを出している、1キル獲得で成功しているのは V3 スポーツで、さらにはゼロットがフリーだ、パズはフラッシュアウトを選択、さあただエースが捕まって押して無事風に2人をノックアップして帰国収集、ただこれはキルまでは繋がっていない、ゼロスターをクラッシュで下に逃げます、ビビットはこれは時間を作る動き、フックを当てながらアーリーキャットがその間にゼロスト、さあそしてビビット落としているのはラスカルジェスター、ただここはゼロストが姿を消して前に出る、狙いはアーリーキャットだ、竜の怒り蹴り込んで、ただアーリーキャット非常に硬い、さあ逆にゼロストを狙いに行くか、ここはネオがデスクラインダー受けてやる、ただネオがヘルス削られた、効果ストップウォッチ、ネオは時間を作りますがその効果が切れた後はブラスカルジェスターの反転が止まらない、2キル獲得、なんとかなんとかゼロストは1キル返すことで成功していますが、ホリスがエースを打ち取っているぞ、パズのノックアップから捕まえてエース獲得はラスカルジェスター、います、ワイバン狙っている、フラッシュインダブルフレイ決めていく、ユキ、そしてフック、いやーだらここも返して
イグナイトタワーダメージが入っている。そしてヒールでなんとユーヒファーストブラッドレッドバフ獲得。ステップでスキルを避けようとしましたが、ここは相打ちです。それでも十分でしょう。バーニンコア1ストレード、モカが見に行く。ただコントロールワード置いてある。そしてホリスの位置、ユーヒを見つけた、ユーヒを見つけた。さあワーポータルで行ったところ、ブル、いやホリスが当然入るか。もちろんロケがスネを踏みていく。ただダブルノックアップによって、オーマイガー、ブルークがバックラインに入ることで崩壊させている。とんでもないダメージによって、なんと逃げる角度がバーニンコア。もう一度狙っているか、狙っている。モカのフック、ただこれはアイバンだ、あまりにも硬い。フルフォーカスはやめる。ただワンスがインビジブルから一人で行くのか。スコッティに対してフルフォーカスだ。ここはセルフのシールドを使うんだ。その後もう一度ファーポートに入る。いやーどうだが、スコッティのファーストによってなんとユーヒダウン。そして捕まったロキも倒されて、これラスカルデスターが握る獲得。やはり硬い。そしてランタン回収成功。ただスローが大きくついていますが、リレンプションを一度使います。スコッティ判定するか。いややはりダメージがブルーク耐えられない。ワンポートでどうする。奥に行くのか。いや悩んだ悩んだ結果、悩んだ結果モカだけになってしまった。乗ったのはモカのみ。そしてバックライン3人をホリスが完全に分断している。ロキは1人でまたしても 1V4 を2回作り上げました。ラスカルでした。素晴らしい。これは本当に別チームだ。なんとスコッティ気づけば9キルノーデット7アシスト。ブルークワールドエンダー中。いやスコッティのためにまたしても夕日を前に出させません。オリス、ワンスが横からワイバンド足の上り、夕日はフラッシュアウト、ワンスもブリンクアウト。そこに対してホリスがゾニア、そこにフックを決めていくのはユキ。ブルークもたまらずここがストップウォッチを使用します。なんとかブルーク1キル返すんですが。